能の主人公を舞うシテ方の桜間謙喜先生、舞台での立ち姿が大きく見えると評判です。能の主役を演じるシテ方には5つの流派があります。そのうち最も歴史の古い流派の一つ、コンパル流。コンパル流の中でも能楽通にファンを持つ桜間謙喜先生にお話を伺いにやってまいりました。平安時代の猿楽が室町時代に演劇性を持つ能に発展しました。昔は屋外で演じられていたことがわかる屋根付きで三間四方の独特な舞台。この映像は姉妹と呼ばれる能の中の前所を演じたものですが、合唱で物語を表現する歌いと、シテと呼ばれる主人公の舞を中心に演じています。観阿弥、世阿弥親子により能は大成しました。観阿弥は生きた主人公が活躍する現在能を上演していましたが、世阿弥は神様や過去に活躍した人間が幽霊となって現れる複式無限能という形式を作りました。幽玄を理想とした理論も作り上げます。能というのは中世の言葉で、すごく音楽的な抑揚がついたりして、一般の人には聞き取りにくいと思うんですけれども、どうしても能というと日本人は堅苦しいものとしてちょっと敬遠してますからね、はい、本当にいい能というのは今まで他のリーグの方、名人上手の方がなさっている時には本当にもうみんなもう拍手なんか何もないで立ち上がれない人もいるぐらいになっちゃって、うん、それでおのおの帰っていくっていう。だから初めて見る方にはまず頭の中を真っ白にして舞台と向かって付き合って、まあ、感じ取ってほしいという言い方してますね。能の作品は主人公によって真、難、女、狂、奇という5つに分類され、シテ方の能楽師はどの主人公もこなします。能楽師の場合はどうして、その例えば神様の役ができたり若い女性の役ができたりするんですか？役者の根幹的にあるものっていうのは体の構えだとかすり足だとか内側から出てきたもので表現していくわけですから、はい、何回か繰り返していっていくうちに、女の姿に見えるようにならなきゃダメだよとか、うん、男の姿見えるようにならなきゃダメだよっていうふうに、まあ、言われてきましたけどね、はい、30半ばぐらいでしたかね、突然お前いくつだって言われて、36ですかね、行くって言ったらば、まあ60までのを舞い飛ばすんだなって言われて、まあ何も考えないでずっとのを舞いなさいと、60になったら何が変わるのかなということを楽しみにしてたんですけどね。変わりましたか？林方の方に、おめえもやっとかまぼこになったなっつって、まあお分かりでしょうけど、板についてきたなという。ああ、そういう意味なんですね。板に乗ってきたな。先生はお舞台に立った時の立ち姿がすごく強い、そこがすごく私どもには魅力を感じるんですけれども、この三間四方の舞台の中にもう一つなんか舞台をこしらえて、その空間を支配できれば小さく動いてても大丈夫なわけですよ。隅へ行きなさいって言うと、桜間道夫が言ったように隅っていうのはここなわけですよね。ここなわけです。だけどそのこういう歩き方で女性の歩き方なんかしていくと、あそこまで行きつけないわけですよ。正面見た時にこことここの隅、本来の隅と体が離れてますよね。離れてますよね。だけどこの手がこうちょっと膨らむことによって、このこれ不思議ですよ。僕も何遍も見てますけど、上手い人の脳っていうのはこの空間が埋まっちゃうんですね。それがこの力だと思いますけどね。お腹の力でずっと歩いていくことによって、手前で止まったりしててもその舞台っていうのが決して狭く小さくんじゃなくて、もっともっと広がっちゃうんじゃないか。それが見てる方の方にもずっと押し寄せてくるんじゃないかという。失礼します。
達人の方は稽古の時舞をどのように見ているのか実証実験をしてみました。実験を担当するのは慶応義塾大学の森田敏夫准教授です。詳しくは研究成果をご覧ください。能を通して皆さんに伝えたいなと思っているようなことがございましたらば、ビートたけしという人がずっと前に能を見て、うん、壁に向かってキャッチボールするようなもんだって自分の見てる気持ちを舞台に強くぶつければぶつけるほど舞台から帰ってくるものがあると、一人一人の舞台、そういう余韻を持って帰っていただければいいんじゃないかということなんですけどね、はい、はい。